上達法、ショートパット上達法をお伝えします。ショートパットで一番重要なのは何でしょうか。ベースの向きでしょうか、ストロークでしょうか、それとも芯に当てることでしょうか。一番正解は、一番大切なのはベースの向きです。このベースの向きをいかに、目標方向、ターゲットに向けるか、それがキーになってきます。今日ご紹介するドリルはこちらです。このパターですね、最初はまず約20センチから15センチぐらいの短いパターですね。これも集中してフェースをカップのど真ん中に向けます。これなら誰でもできると思います。まずしっかりとこれをフェースに向けストロークします。次に約10センチ伸ばして、これをまた慎重にフェースをカップにセットします。はい、30センチですね。これもセットします。40センチ、50センチ、はい、このようにまずはじめだんだん短くどんどん伸ばしていって、このカップインさせる、カップインさせて成功体験を、自分の体の中に埋め込んで、そうすることによってショートパットの苦手意識がなくなっていくと思います。皆さんぜひ実践してみてください。お願いします。